皆さん、こんにちは。現在、横浜の主力として活躍している京田陽太選手。中日時代には新人王を獲得し、主力として活躍していましたが、昨年は不振などもあって出番が激減し、オフにトレードで横浜へ行き、話題となっていました。そんな京田選手ですが、8月18日の阪神戦で走塁妨害に該当するのではないかという怪しいプレーを見せました。結果は走塁妨害に当たらないと判定されましたが、この判定に阪神サイドが激怒、物議を醸す事態となっていました。あれから半月後、 NPB はこの事態を受けて、なんとルールの運用を変更することを発表したのです。京田選手のプレーがきっかけでルールが変わったため、このルールは京田ルールとファンからは呼ばれていますが、このルール一体どんなルールなのでしょうか。そこで今回は新たなルールである京田ルールについてご紹介していきます。先日行われたプロ野球12球団と日本野球機構 NPB による理事会実行委員会、この会では NPB の来年度予算事業計画を承認や、選手関係委員会よりプロ野球選手会と協議中の保留制度改革について報告、さらにファーム審査小委員会より24年から新規参加を希望する3球団の調査内容等を報告といった内容が行われたと報じられています。同時に冒頭で紹介した塁のブロッキングに関するルールの運用変更を協議し、ルール変更を決めたことを発表したのです。従来盗塁の試みがセーフのタイミングでも、野手が塁を完全に塞いだため塁に到達できなかった場合、野手のブロックが意図的でなく送球がそれるなど不可抗力によるものと判断されれば、走塁妨害とはならず走者アウトとなっていました。これを5日の試合より変更すると発表。妨害としないのは変わりませんが、ブロッキングベースとし、走者の不利益を取り除くためにセーフとし、盗塁も記録されると言います。これは牽制など帰塁の場合も対象、あくまで運用の変更であり、規則書やアグリーメントへの追記は行わないとのこと。今回の措置は8月18日の DeNA 対阪神18回戦横浜のクロスプレーがきっかけでした。9回に阪神熊谷選手が二盗を試みた際、捕手からの送球を取った DeNA 京田選手の足が二塁ベースを完全に塞ぐ形になりました。審判による判定はセーフ判定でしたが、 DeNA のリクエストでアウトになったのです。審判団は故意ではないとして京田の走塁妨害を認めず、阪神側は抗議、しかし覆ることはなく、ファンも激怒するなど大きな問題となっていました。しかし今後はこういった場合はセーフになるとルールが変更、京田選手がきっかけだったので京田ルールとファンの中で呼ばれ始めています。 NPB がシーズン途中でルール変更するのは異例中の異例で、今後同様のケースが多発することを避けての処置とも見れますね。ちなみに野球評論家の宮本慎也氏が4日に更新された YouTube チャンネル野球一貫に出演した際、走塁妨害騒動の当事者 DeNA 京田陽太内野手へプレーが濃いかどうか真意を直接確かめたことを明かしています。宮本氏は、聞いたのよ、この間甲子園でと試合前の練習中にばったり顔を合わせた京田を直撃したと明かしました。現役時代に遊撃手で6度三塁手でも4度ゴールデングローブ賞を受賞している名手だけに、京田なんであそこ行っちゃうのと、ありえないポジショニングについて直球で質問すると、京田選手の答えは分かんないですだったという。宮本氏は、あそこだと怪我するから、入り方は絶対前入った方がいい、怪我したら自分が損するんだからとアドバイスしたことを明かし、京田もはいって言いましたけどね、今後は入んないと思いますよと説明しました。本人もこの事態を重く受け止めている様子でした。さてこのルール変更、様々なメリットがあると考えられます。一つは選手同士の怪我です。塁上を塞いでしまうと選手同士が激突する可能性が高くなります。しかもスライディングするとなるとスパイクの刃が選手に刺さる可能性もあります。
逆に走者もぶつからないためにとっさにスライディングを緩めたりする可能性も高く、そうすることで思わぬ怪我につながる可能性も、こうした状態を未然に防ぐことができるわけですね。似たようなルールにコリジョンルールが存在します。かつてホームを捕手がブロックし走者の突入を阻むことが OK とされていました。しかしこれでは走者が怪我をする可能性が高く、走者は捕手を突き飛ばさなければ本塁に到達できないといった事態も発生。しかしこれでは捕手が逆に怪我をします。過去には阪神のマートン選手がヤクルトの田中捕手に体当たりし骨折したことがありました。その後相川選手に同様のことを行い乱闘になっています。こうした事態を避けるために2016年よりルールが導入。規則の対応は、本塁での衝突プレーについて、1、得点しようとしている走者が走路をブロックしていない捕手または野手に接触しようとして、または避けられたにもかかわらず最初から接触を目論んで走路を外れることを禁じる。2、ボールを保持していない捕手が得点しようとしている走者の走路をブロックする行為を禁じるというもの。今回のルール変更と似ており、どちらも選手の怪我予防が目的と言えるでしょう。またこのルール変更、選手だけでなく審判も守れるルールとなりそうです。故意か故意じゃないかという判断はどうしても審判の主観で判断しなければいけません。そしてどう決断してもファンから攻撃されることになります。しかしこうしたルールがあることで審判は迷わずルールにのっとって政府のジャッジができるわけです。判断があやふやだったルールが明確なルールとなったことで審判も多少は気持ち的に楽になったでしょう。当然ファンも見ていて納得できるルール変更ですし、このルール運用は個人的にはいいものではないかなと思います。ただしこのルールはブロッキング行為を走塁妨害と判断するのではなく、あくまでセーフになるだけです。なので走塁妨害と判断された場合に与えられる一つの進塁権は与えられません。今後も故意でなければ走塁妨害とはならないとのことなので、そこは勘違いせず注意することが必要ですね。とはいえ運用変更により判定自体はアウトからセーフへ180度変わります。これだけでも選手からすればだいぶ違うでしょう。走者は心置きなく走れますし、逆に守備側は走者を塞がずタッチするプレーがより重要となってきます。なので返球を受け取る技術などがより求められるでしょう。阪神の岡田監督の猛抗議が実った形となった今回のルール変更。なおブロッキングベースかどうかはリクエストの対象となるので、今後はそうしたリクエストも増えることでしょう。このルール変更は今後の試合展開にどのような影響を与えるのか、今後の試合に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。